国勢調査で、の人口は8719人であり、2000年の9131人から4.5%減少した。軍庁所在地は、マーリントン町であり、同軍で人口最大の町でもある。ポカホンタス軍は1821年に設立され、軍名は、バージニア州にいたインディアンの娘ポカホンタスにちなんで名付けられた。 軍内のグリーンバンクには、グリーンバンク望遠鏡があり、アメリカ合衆国国定電波性音帯に入っている。1751年、バージニア州の開拓者、軍人、測量師だったアンドリュー・ルイスが、グリーンブライア会社に払い下げられた土地の測量に入った時、現在、マーリントンがある場所に住んでいたジェイコブ・マーリンとスティーブン・スウェルを見つけた。この二人は1749年に、 メリーランドのフレデリックから入ってきており、アリゲーニー産地より西では最初の開拓者とみなされている。彼らはマーリンランとナップズクリークが合流する場所に最初のマルタ小屋を建てたが、ルイスはスウェルが小屋近くの大きなプラタナスの木に空いた穴に住んでいるのを見つけた。その場所は現在のマーリントン町8番アベニューと9番アベニューの間。 かつ八番通りと九番通りの間である。開拓者が西に進むことは、インディアンの好む、狩猟場に入ることだったので歓迎されなかった。1758年に結ばれた条約では、アリゲーニー山地より西をインディアンの土地とし、イギリス市民の入植や狩猟を禁じた。白人開拓者がインディアンの土地に侵入するにつれて、多くの襲撃を受けたことが報告された。 アメリカ独立戦争の後、インディアンの抵抗が鎮静化し、開拓者の土地権利主張が秩序だって進められた。1863年6月、ウェストバージニア州はアメリカ合衆国35番目の州になった。元はバージニア州に属したが、その東部と西部は文化的に異なっており、開発志向の人々は西部に入植し、東部では奴隷を所有する。 貴族的社会が発展していたバージニア州が1861年にアメリカ合衆国から脱退すると奴隷を所有する者が少なかった西部の住人はアメリカ合衆国に泊まることを決めた。ウェストバージニアにとってこの家庭が真の内乱だったと言える。ポカホンタス郡に鉄道が入ってくるのは遅れた。山を越える鉄道の建設は労力だけでなく費用がかかった。 1899年になって鉄道建設が始まると加速度的に進行した。1900年国勢調査では多くのヨーロッパ人が鉄道建設のためにこの地域に来ていたことを示している。鉄道が完成するとすぐに商業製材が始まり、カスにはウェストバージニアパルプペーパー会社が所有する大型製材所ができた。 1920年の末までに、チェサピークオハイオ鉄道の沿線には、数多い小さな鉄道町ができていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は942平方マイルであり、このうち陸地940平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.17%である。軍内最高地点は北西部にある、 チート山のソーニーフラットとみなされている。水系標高は4848 48フィートであり、州内では2番目に高い。群内には8つの川の水源がある。すなわちチェリー川、クランベリー川、エルク川、コリー川、グリーンブライア川、タイガートバレー川、ウィリアムズ川、チート川のシェイバーズフォークである。モノンガヘラ国立の森でこれら水源の多くが保護されており、 下流の水質が保たれている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2008年時点、軍内で土地を所有する軍外の人々が約3万人いる。観光が軍災大級の経済要素であり続けている。主たる観光地はスノーシューさ山であり、毎年夏と冬に多くの観光客が訪れている。ありがとうございます。